はい、ハロー YouTube 皆さんどうお過ごしでしょうか。今日は2023年の3月11日の土曜日ということで、天気が良くてね、もう春やなっていうのと、梅が咲いてるのをね、見ました。学校の一部分にね、梅があって、みんなこう写メとか撮ってて、春最高だぜっていうね。寒いのちょっと苦手なんですよね。なんかわかんないけど、僕1月生まれだし、宮城県生まれで、その雪国の方の生まれなんですけど、どうやら結果的に寒いのが苦手みたいです。まあ、人間自体が多分寒いのはやっぱ苦手なんかな。暑すぎてもちょっとあれですけど、寒さの弊害の方が人間の肉体的には負担が多いんかなっていう風な感じは思ってまして、 3.11、はい、東日本大震災の、今日だったということで、もう今となると10年以上前かなになるんですよね。僕も本当に宮城の生まれというのもあるんで、まあね、その友達がどうかなっただかなったっていうのは正直わかんないんですけど、びっくりしましたね。今でも覚えてます。その当時はね、もうずっと水商売で働いてたんで、仕事終わってもう朝の6時ぐらいかな、その夢屋さんっていう朝までやってるご飯屋さん、酒飲めるところがあって、そこで初めてテレビの映像を見たんですよね。まあね、津波で家が流されてると、それも尋常じゃないぐらい、田畑を越えて山を越えてずっと波がそこまで続いてる様っていうのは、本当にこれ現実なのかなって思うぐらいの衝撃だったんです。で、当時のバンドのメンバーで、ドイツ人のね、ベンジャミンっていうね、友達でもありメンバーがいて、スタジオの休憩してる時に、ちょっと日本やばいっていうか大変なことになってる、地震で、まあ、その時もうデマっていうか噂で東京タワー折れてるみたいな、そういうのもデマがちょっと回ってたところもあったんですよね。で、もうなんかちょっと地震がやばいっていうか、どう言ったらいいかわかんないですけど、それも今覚えてるんですよね。ちょっとみんなちょっとやばいぞって。で、その時テレビとかなかったんで、気持ち的にはそわそわしながら、ん？マジで？とかって思いながら、なんか携帯、スマホ見てたのかな、よくわかんないんですけど、まあ、その時はね、お店の営業があったからそのままやり抜けて、で、ちょっとマジで覚えてるんですけど、その時もう家なかったんで、僕ずっとお店で生活してて、暗がりの中いろいろ調べたりしてて、まあ何やら、まあ都市伝説とかね、まあそんなデマだっていう人もいるかもしれないですけど、一部でアメリカの装置でハープっていうね、人工的に地震を起こせるマシンがあって、それじゃないかみたいなのを言われてて、まあその情報をふわっと消えていったんですけど、今では結構浮き彫りにもなってきてる。まあそれがね、信じるか信じないかはあなた次第というのがあったんですけど、その当時はちょっと僕的には、いや、これあり得るぞっていうふうに思ったんですよね。で、なんでかって言ったら、まあ、この世界がやっぱりもうはちゃめちゃすぎてるし、その 9.11、3.11、9.11 もう自作自演ってことが一応公で公表はされてるみたいなんですよね。でもしれっと別にないようなことになってるっていうかね、そんな嘘でしょ、そんな自作自演でそんなことするわけないでしょ、あんなみたいな、ビンラディンが悪いんだよっていうふうになってるけど、いや、これ違うぞってね。まあこれも、まあ、全てはね、本当信じるか信じないかはあなた次第なんですけど、まあおかしな世の中なんですよね。で、一説でその第三次世界大戦起こってないって言われてるけど、一説だともう起こってる。それはなぜ、何かというと、その今は表立った戦争じゃなくて、その装置とか使って天変地異を、人間があたかも神になったかのつもりで、やって、それで裏の方でじわじわやってるとかね。で、そういう言われもあって、僕的には今までの一連の流れを通して見た時に、多分そうなんだろうなっていうふうに、なんか腑には落ちてるんですよね。世界ってそんな今まで教え育てられてきたようにとか、ニュースでやられてるようにとか、生ぬるい世界では案外ないっていうね。僕のお父さんも
まあ、自衛官でずっと勤め上げてた人なんで、国を信じてたし、国はちゃんと年金払ってたら大丈夫だからとか言ってましたけど、まあ、今はね、あの考えが多分変わってるんですけど、その国はそんな国民のためにいいような作用っていうのは残念ながらほとんどしてない。ただの搾取のピラミッド構造の仕組みを成立させるために動いてるとかね、案外世界ってそんなもんだよっていうね、で今令和5年あの地の時代から風の時代へとかね、僕もこういうの話す人間じゃなかったんですけど、一連の人生の流れがあってこういうふうに幸せ研究所、幸せの人が増えてほしい、ちょっと言い方変えると世の中ちょっとおかしいからっていう意味合いのねエッセンスとしては、裏テーマではあるんですけど、やってるわけで、まあちょっとね、この言い方うさんくさいかもしれないですけど、ある意味でこう目覚めてる人が増えてきたということで、情報も手に入れれるし、たくさんねこういうようなことを言ってる人がいるんですよね、で腑に落ちるか、否かそれは人次第だし、どっちがいいかっていうのも一概には言えないけど、でもちゃんとこういうもんなんだ、じゃあこうした方がいいんだっていうふうに歩みを遂げていった方が僕はいいと思ってて、まあ、話がどんどんオカルトみたいな感じになるんですけど、その一連の流れを見て神様的な人もちょっともういい加減にしろよっていうふうに怒ってるらしいんですよね、でもその流れも一概的に人間が悪いとかじゃなくて、もうその霊的な存在、宇宙的な存在とかいろんな存在が地球でいろんなことを しすぎて、なめんな、あの人間はもう利用されてるみたいな感じらしいんですよね。僕もずっとなんでだろう、なんでだろう、幸せなのになんで不幸せだと思っちゃうんだろう、ネガティブってなんでなんだろうとかいろいろ考えてた結果、もう最近その点と点がつながったみたいな感じで、理由がなんか分かったような気がしてるんですよね。で、人間の思考が1日6万回ぐらい思考する、そしてその中でもネガティブが多いっていうのはなんでなんだろう、おかしいやろっていうね、ところで人間の性質がそうなんじゃなくて、それは第三者的なところから介入されて思考をそういうふうにネガティブに向けさせられてると、まあ、こういうこと言うと頭おかしいっていうふうになるんですけど、頭おかしいって思われるのもそういうふうに常識を先導していった歴史が今ここにあって、その歴史が今ここでねどんどん消化されていってるっていうのがこの今の時代の分岐点だと思ってる実際問題ですよ、僕はね。だって頭おかしい、こういうことを話しをすると頭おかしいってやっておかないと、みんなが僕みたいな考えになると世界がガラッと変わっちゃうから、あのピラミッドが崩壊しちゃうじゃないですか。だからいわゆる目覚めみたいなねことをみんなが分かっちゃうと、そうなるとどんどん腑に落ちていって、あれもあれもこれもこれも、まあ、謎の死を遂げた人とかもたくさんいるじゃないですか。それが今ねこの点線になって全部が合致したような感じなんですよね、自分としてはね。で幸せ研究所こう160人までありがとうございますっていうのもあるし、なんかこういうこと考えてる人間なんですよね、まあ、趣味ですねある種ね、で僕なりに、幸せ何なんだろうとかねどんどん研究してって、それをまたこうオファーっていうかこう発表させてもらうっていうような感じなんで、まあね今後ちょっとこういうおかしなことも言うかもしれないんですけど、おかしなことはおかしくないと、おかしくないと思ってたのが逆におかしかったとかね、なんかこういうことをまたメッセージとして、伝えていきたいなと思ってます。ということで、一旦現場から以上です。二日酔いです。ありがとうございました。